本日は山形県の蛇源の湯というところに来ました。ここは川の横に温泉がある、まあ、蛇湯です。結構人目のつく場所にあるのでなかなか入る人は少ないそうです。今日も、楽しく使っていきたいと思います。すごい、まさに川の横にあるの。あー、いやこれちょっと待って、湯気の感じがかなりやばそうな、ちょっと酸味の、あこれはちょっと暑い、これ50度くらいあるんじゃないかな。暑い、50度はある。いやこれちょっとだいぶ丸見えだな。でもまあここは入っていいようなのでもちろん入れます。すごい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 、入りたいけど、しっかりサンダルをですね履いていかないと、結構自分するところだと逆にしてしまうので気をつけてください。一応念のためにサンダル履きました。でさすがにちょっとここで店内になるのは危ないなというところで、水着は来ました。足だけとりあえず入ってみようと思います。あっつっ、入れない、入れない、無理だ、無理です、入れませんこれ。ちょっといや熱すぎるってこれ、無理無理無理。顔洗います。あっちゃ、はい、この上段の下に下段があります。ここはちょうどいい感じに冷えてんじゃないかな。川の水は入ってないんで源泉 100% と、ちょっと温かくなってますね。なんか青みが出てる。あー、適温でもねえ。いや、ここもちょっと暑い、暑すぎる。かなり暑いですけど入れそうなので入ります。せっかく来たので絶対入りたいなと思って。暑い、無理だ、暑Thank you.
ちょうどいい。状況だって。